ライハ制裁。ミサカさん、見てましたよ、二人三脚。さすがですね。ミコトちゃんは幼稚園の頃から結構早かったのよ。お、ママ。やっほー。親離れできてないって。ママってミサカさんのお母さんってことですか？お姉さんじゃなくてお母さん。ああ、でも言われてみればパーツパーツにミサカさんの面影が。あら、ミコトちゃんのお友達、嬉しいこと言ってくれるわね。たく。あ、そういえばクロコは？白井さんはジャッジメントの巡回に出てて。クロコに頼めばテレポートですぐ時話台に戻って着替えられるかなって思っただけだから。あのバカとの勝負もあるし。あのバカって誰？ママ気になる。別に。いや、美坂さんがいろいろとお世話になってる人みたいで。ほほ、それでそれで敵が3人だと。ぞありがとうございます。私、エルシーって言います。ここのお父様の隠し子です。もしもし、あなた？うん、私よ。話聞かせてもらおうか。何の話？てめえの下半身に聞け！もう帰ってくんな！ハルカ！隠れて！ただい。ハルカ、またそんな格好で。あら、シュウは母親が帰ってきて嬉しくないの？譲りは祈りです。ここで暮らさせてもらってます。ニュー、うわっ、はい、大丈夫ですか？マコくんの人肌で温めて。あたば。どうしよう、考えろ、としよう。ここここ、お話しよ。うん、一緒に寝ましょう。いい加減寝なさい、何時だと思ってよ。化粧してないからそんなに匂い残らないと思うわ。今日は奮発してみました。おお、どうしたの？キョロキョロして。見えてはいけないのか見てはいけないのか悩ましいものが右端に少々。とりあえずお前はしつこい。キョーイ！でしょうかね。でもやっぱりこのデザインも捨てがたいし。ジョジョとシーザーの最終試練は無事済んだのだろうか。派手な方に決めようかしら。スージー級ブラウスとタオル置いておきますね。ナイス。私の負けだ、好きにしない。ヤケレガジャボン。燃やすな！何やってんだよあんた！ちゃんですか？ここまでの効き目とは知らなくて、明日には戻るはずじゃから許してちょうだい。だから、せめて一晩だけでも。この役効きすぎ！金魚のマジックポーション。それ飲んだらモテモテ気分が味わえるんよ。えい！長澄君。え？どうしちゃったんです、ウサちゃんのお母さん。長澄くんがすっかり男前に。授業がありますから。私の個人授業にしようか。すごかったね。我々は静かに回りましょう。いるの？オッケー。アリスちゃん。アリスちゃんってば。アムちゃん置いてくなんてひどいわ。母上、なぜダビデの監視は？彼なら私のチャーム膝枕耳かきで落ちた。ダビデ！あなたがイルマくんね。アリスちゃんたらいつもあなたの話ばっかりで。それはどんなお色気魔術なの？やめてください。そうだ、ライム先生教え子でしょ。挨拶に行きましょう。行ってきます、イルマ様。総帥、奥様、獲物をお持ちしました。
ママ。お使いなさい、さやちゃん。ルガー P08 のオランダ植民地軍モデル。打ち方はあなたが教えてくださるわね、平野くん。はい、ママ。いや、違う。ママじゃなくて、イエス、ママ。一見怖そうだけど、真面目そうな子でよかったわ。心配しすぎね。ん？桜井くん、なんか私の方をじっと見て、そんな堂々と一点を見つめて、それとも娘どもども。いいな猫。なんで私こんなにドキドキしてるんだろう。え？桜井くんですか。性格も真面目で礼儀正しく、なかなかの好物件です。ちょっと目つきは鋭いですが、見慣れると隠れイケメンで。桜井くんの方はどうなのでしょうか。人妻、年上が好みとか。あ、この人。ハナ、お母さんそろそろ帰るから。熟した大人。まあそうだな、俺は好きだな、そっちの方が。やっぱコーヒー豆はきちんと熟成させないとな。やっぱ全体的に豊かっていうか。あ、豊かって。あんまりやりすぎると眠れなくなるくらい興奮するし。やっぱり狙われてる。どうなのでしょうか。どうとは。人妻、年上が好みとか。ではごゆっくり。私はあんたに負けた。負けたら流派を継げない。だからあんたと結婚すれば身内だから負けはノーカーン。オッケー。だからお願い、今日だけ恋人のふりをして。素直。何か問題でも。どう気持ちいい。カズヤ、何ですかこれは。もちろんよとぎの準備です。今時の若者なら普通でしょ。それともやはりお付き合いは嘘。来たままするのですか。ちょっとついてきてもらいましょうか。お仕置きです。来るわ。またいらっしゃい。二度と来るな。あ、今日コミさんち遊びに行っていい。え、続き気になるんだけど。コミさんが葛藤している。おお、立派な一軒家だね。じゃあお邪魔しまーす。こんにちは。あ、美人。あの威圧感。古見さんのお母さんに間違いない。やだ、翔子の友達。よく来たね。上がって上がって。はじめまして、翔子の母の古見修子です。永遠の17歳です。わあ、古見さんの部屋。ちょっと只野くん、いい匂いする。いい匂い。只野くん、なんか喋ってよ。え？はい、お茶とお茶菓子よ。救いの神。出て右ね、オッケー。と見せかけて、コミさんとタダノ君を観察。さあ、面白おかしく気まずくなれ。かくれんぼ。すぐやむといいけど。コミさんが喋ってる。ショウコの母のシュウコです。なになに。後半戦も気合い入れていくわよ。ヨコ、来たわよ。どうぞ、水です。あれ、只野くん。誓いますからね。